広げに敵意ばらまきやがって。何者だてめえ。逃げるんだ。その少年の目的は君たち全員だ。まともに戦って勝てる相手ではない。手に気をつけろ。あっ、なるほど。催眠術か何かの類か。おい、あんた、女たちを連れて逃げろ。おいおい、お前さん、まさか一人でカッコつけるつもりか。当たり前だ。俺は大統領だからな。奴がどこのどいつだか知らねえが、剣を交えて分かったろ。ああ、強いな。そこが知れない。俺とお前さんの二人がかりで勝てるか分からん。ふざけんな。あんな奴は俺一人で十分だ。だがな、今考えるべきは誰が強えかじゃねえ。誰が女たちを安全に逃がせるかだ。俺は船の場所を知らねえ。みんな船まで全力で走り、振り向かずにだ。あの野郎は妙な転移術を使いやがる。どこまで追ってこられるかは知らねえが、場所を特定されないように移動し続けろ。チップ、お前さん国を建てるんだってな。投票してやるから死ぬなよ大統領。てめえは投票権の前に市民権を取りやがれ。アーサー、聞こえるか。北極星が正面に見える。地平線から26度、1時38分の方向にフロイドローズの塔だ。位置を特定しました。何人かぶっ倒れてる。誰かよこせ。わかりました。お頭は見たこともねえバケモンと交戦中だ。特徴は人型のベッドに男のガキが縛り付けられている。ガキの身長は160センチメートル程度。髪は紫、短髪、白人、メガネ。外見から予想される年齢は10代半ばから後半。寝たままベッドに乗って動いてやがる。暗くて目の色は分からねえ。服はどこかの入院着のようだが、特定できるか。人型ベッドの時点で記憶照合結果はゼロですが、特徴が合致する少年なら128件まで絞り込めました。他には途中だ。そんなに細かく見られるか。おかしら。わかったぜ、アンサー。全身に入れ墨のようなもんが入ってる。トゲ模様のようなシンプルなやつだ。おかしら、おかしら。よく聞け、そこのガキ。お前の特徴は大体掴んだ。どこにいようと必ず見つけ出してやる。だからもしお頭の身に何かあってみろ、必ず追い詰めて殺してやる。私は君のトリックを知っている。分かってしまえばさほど脅威ではない。座頭はこの死に損ない。元老院め、座頭の扱いはもっと厳重にすべきだったんだ。これは致命的なミスだぞ。さてどうする。君の目的とか正直どうでもいいです。だが君は私のミリアを傷つけた。相手が少年だろうと、いささかのためらいもなく殺す程度には私の感情は高ぶっているが。戻っておいで、レッドマン。
気を使ってくれてるのかい。心配しなくてもこの程度の状況は問題にならない。そうではないんだ。優先事項を変える。優先事項？そうだ。現時点で最も面倒な情報を持っているのはザトウだろ。厄介が長引く前にここで始末をつけるべきだと思うけどね。僕のこのうつうつたる気分を解消する道具として盛大寛大に。イリュリア内でユリカゴの仕組みに感づいたものがある。想定より展開が早い。確かにそれならばザトウに構っている暇も意味もない。そう、ユリカゴの羽化だけは決して妨げられてはならない。了解したよ。言ったか。ザトウ君、みっともない姿を晒してしまったね。いえ、彼の攻撃にはちょっとしたからくりがあります。それを知っていればあなたが不覚を取ることもなかったでしょう。ぜひとも聞かせてほしいものだね。だがそれよりも下級の要件がある。我々は連王のもとに行くはずだった。なるほど。イリュリア連王カイキスクですか。どうやら我々は同じことを考えていたようですね。君も？ええ、しかし居場所がつかめずじまいで。なるほど。しかし驚きました。あなたたちはミリアと共にイリュリアにいるものとばかり思っていましたが。うん、先ほどの少年に連れて来られたようだ。だが待てよ、君がここにいるということは。ええ、ここはウィングルのあたりです。なんと、そんな遠くまで。私もその正体までは分かりませんが、どうやら彼には常識では測りきれない特殊な能力があるように思われます。一度は黄泉の世界をさまよったこの私と何かが似ている。冗談ではありません。ザトウ様と似ているなどと。まあ、悪趣味な服のセンスは似てるけどね。おお、君たち。ミリア、ベノム、気がついたか。は、しかし面目ございません。申し付けられていた役目を果たすことができませんでした。あれが相手ではやむを得まい。とにかく皆無事で何よりだ。ザトウ様。それにしてもあのベッドの子、また来るかしら。劣勢だから退却したって感じでもなかったでしょ。もしかしたら我々次第かもしれない。どういうこと？聞かせてくれ。はい。彼は戦いの最中一言も言葉を発しませんでしたが、時折何かの指示を受けているかのような素振りを見せていました。そして彼が現れたのは我々が連王に情報を届けると決めた矢先。つまり何者かが俯瞰から世界を監視し、都合の悪い存在や言動に対処しているのではないかと。見事な観察眼だ。相手は元老院か。申し訳ございません、そこまでは。だとしたら情報戦は敵に分があるわね。悠長に構えては状況が悪くなる一方でしょ。せめて連王の居場所さえ特定できればな。こんな僻地ではもう個人用の法力通信は役に立たないわね。どこかに移動しないと。それなら当てがなくもないがね。と言いますと？連王もおそらく元老院の息がかかる場所を避けているはずだ。だとすればおのずと行き先は絞られると思うが。なるほど。うまくいけば合流もあり得る。スレイヤー卿、私が向かいます。全てが脚本通りとはいかないね。少々疲れたよ。ああ、ご苦労様。ところで、脚本の変更は構わないが、不測の事態がこう多くては体一つでは足りないな。
僕の絶対確定世界のために。我々のだ、ベッドマン。私のこともちゃんと仲間に入れておくれよ。そうだったね、悪かったよ。しかし君も物好きだね。本来ならば君の目的はソルバッドガイの覚醒だけでいいはず。私はね、 100% の結果では満足できないんだよ。 200%、 それが私にとっての満点だ。僕もディライラもこんな体質で生まれてきた。だから友人なんて生まれてこの方いなかった。現実の世界でも夢の世界でもね。でも今僕は初めて友情と呼べるものを感じているよ。こんなことを言うのは気恥ずかしい限りだけどね。いや、光栄だよ。本当を言うとね、君と会うまでは僕一人でもこの計画を実行する青写真があったんだ。え？まあ命を対価にしなければいけないほどの無茶だけどね。だから僕の力の余剰は君の 200% のために使ってくれ。絶対確定世界のために。絶対確定世界のために。